こんにちは、皆さん一周です。こんにちはネだ、カザアクセが地球の最新情報と元気をお届けしております。12月30日のメンバー検定講義は、誰でもわかる、震源の求め方ということで、お話しさせていただきます。どうぞ、よろしくお願いいたします。さあ、今日のテーマ行きましょう。こちら、地震情報ですね。なんとですね、さん。今年もあと3日となってしまいました。早いですね。2023年も国内で、たくさんの地震が発生しております。 今日の動画では2023年一体どんな地震があったのかということと2023年史上最大の地震と前兆について詳しくお話しさせていただきます。はい。というわけで今日もよろしくお願いいたします。これは2023年史上最大の地震の前兆ですということでね、3つのテーマをご用意いたしました。まず1つ目、2023年に起きた大地震、史上最大の地震と全兆について 来年大地震が危ない場所ということでお話しさせていただきます。まずはじめにこの動画の結論から申し上げておきますと、今後日本地震に要注意でございます。なぜその言えるのか、それはこの動画を最後まで見ていきますと、とってもよくわかりになりますので、ぜひとも最後までご覧ください。それでは今日も元気にやっていきましょう。まずは2023年に起きた大地震ということでね、お話しさせていただきます。はじめにこちらの図をご覧ください。 こちら、2023年今年発生いたしました、震度1以上の地震を映しております。図中の丸マークが発生した地震の場所になります。見ていただきますと、北は北海道、南は沖縄まで、至るところで地震がね、起こっているというのがわかります。すごいですね。 で、なんとですね、皆さん、今年は1000回以上の震度1以上の地震が発生したということで、3日にですね、3日じゃないですね、1日に3回ぐらいのです、ね、地震が起こっているということで、すごいですね。はい、これが地震大国日本であるということでございますけども、 えこのうち全国で発生いたしました大地震ご覧いただきたいと思います。それがこちらですね。こちらは2023年に発生いたしました震度5弱以上の地震を映しております。震度5弱以上というと、ポン酢が粉々になってしまう地震でございます。恐ろしいですね。 今年は全部で8件の大地震が発生しております。例年、震度5弱以上の地震は年に10回前後起こりますので、今年8回ということは、これは例年通りだったということです。多すぎず、少なすぎずといったところだったんじゃないかなというふうに思います。では続きまして、2023年の大地震と特徴的だった地震を振り返っていくことにしましょう。まずはこちらの地震です。 今年の2月25日に起こりました、くロろ沖です。マグニチュード6.0、最大震度5弱の地震でした。この地震が2023年1回目の大地震だったということですね。そしてこの地震の後、南海トラフの西側で異常な地震が発生いたしました。その異常な地震が南海トラフのですね、この西側のあたりですね。 2023年4月頃にご覧のようにブワーっとですね、たくさんの地震がこの南海トラフの西側で発生したということであります。さらに、2023年4月から5月にかけまして、沖縄本島の東の沖でたくさんの地震が発生したということもありました。この地震ですけども、その後収束収まっております。そして、2023年5月を迎えます。 この2023年5月というのは間の月でありました。なんと1ヶ月に6回の大地震が起こるというですね、もうとんでもない月だったということですね。まず1回目の地震が5月5日の金沢県の能登半島です。この地震では2回の震度5以上の地震が発生いたしました。最大の地震のマグニチュードは6.5で、最大震度は6強でございました。 この能戸半島のマグニチュード6.5の地震こそ2023年史上最大の地震であったということになりますね。はい、恐ろしいですね。そして続きましての地震が5月11日の千葉南部で起こりましたマグニチュード5.2最大震度5強の地震でございます。この地震でございますが朝4時に発生した地震でございました。 私、この地震でね、目が覚めまして、寝ぼけながら緊急動画撮影したというのを覚えております。はい。皆さん覚えてらっしゃいますでしょうかはい。もう寝ぼけながらね、えーえー、動画を作りましたけども、気になった方はね、えー、ご覧になってください。えー、寝ぼけながら撮影している様子をね、えー、見ることができます。はい。まあ余談はね、これぐらいにしておきまして、続きましての地震参りましょう。 5月13日に起こったトカラ列島の地震です。マグニチュード5.1で最大震度5弱の地震でした。で、こちらの地震がですね、トカラ列島、明らかな前兆があった地震になります。この地震の前兆については後ほど解説することにいたします。続きましての地震が、新島、神津島近海ですね。5月22日に起こったマグニチュード5.3、最大震度5弱の地震です。 もともとこの神津島近海というのはですね、地震が多い場所で震度5弱の地震が発生したというケースになっております。続きまして5月26日に千葉東方期でマグニチュード6.2、最大震度5弱ですね。で、まあこのようにですね、5月ですけども千葉では2回の震度5以上の、ね、地震が起こったということでね、すごくあのニュースにもなりましたよね。 そして、えー、2023年6月11日、えー、トマコマ沖でマグニチュード6.2、最大震度500の地震が起こったということです。で、実は、えー、今、日本ではこの地震から半年以上、震度5以上の地震が0回と、えー、なっているということでね、今年はこの地震を最後に震度5以上の地震は起こっておりません。今はそういった状況ですね。その後、えー、9月に、えー、トカラ列島で、えー、活発な地震が発生しました。 このトカラ列島というのは西の島から東に1585キロほど行ったところにある、えー、鹿児島県の南にある島々ですね。このあたりちょうど悪石島、えー、小宝島という、えー、島があるんですが、この間で、えー、活発な地震が発生いたしました。この地震ですが、9月8日から11日にかけてですね、ブワーっとね、 もうおぞましいほどの地震が発生したということで、この3日間でなんと280回以上の地震が発生したというですね、まあ、とんでもない事件も起こっておりました。これらの地震、ほとんどが小さな地震でございまして、大きな地震にはつながらなかったんですけども、地震が活発化したエリアだったということでね、こちらもちょっとね、話題になりました。で、そんな中ですね、もう一つのマグニチュード6.5大地震が起こりました。 その地震が9月18日の宮古島近海ですね。で、この地震が発生したこの北部ですね、宮古島の北部です。マグニチュードが6.5ということで、これ今年の能登半島と同じ最大規模の地震になります。マグニチュードが6.5で地下 180km、最大震度が3の地震が起こったということですね。 で地震の規模がですねもうあ能登半島と同じだったんですけども、えー、この、えー、宮古島の地下はでは、ね、琉球海溝が左手にあって、右手に沖縄トラフという溝があります。 で、えーこん、今回の宮古島のですねマグニチュード6.5の地震は、このフィリピン海ペレートの深いところで起こったということです。で、深いところで起こったために、えー、まあ、幸いなことにですね、あまり揺れなかったということです。逆に、能、え、登、ー、半島の地震はですね、浅いところで、えー、マグニチュード6.5の地震が起こりましたんで、最大震度6強の地震が起こったということになりますね。はい。ということで、この地震の深さというのがね、めちゃくちゃ重要だということがよくわかる事例であるということですね。 でえ、続きましてえ、津波が発生した地震も起こりました。どういった地震だったのかということで見ていきたいというふうに思います。事件が起こりましたのは、この東京の火山島、鳥島のえ近海ですね。えこちらえ、この鳥島近海、今年の9月から10月にかけまして、活発な地震が発生いたしました。 でただですね、活発な地震が起こっただけではなくてこ、この時の事例では、マグニチュード5から6クラスの地震がですね、連発したという、まあ、とんでもない事件が起こっていたということですね。そしてそんな中、津波もですね、発生いたしました。発生した津波ですが、地震から347キロ離れました、八丈島に60センチの津波が到達し、船がひっくり返ったという被害もあったということです。 どうして、これ、津波が発生してしまったのか。それは、マグマが原因だというふうに考えられております。鳥島の近海の地下にあったマグマですね。このマグマからですね、新しいマグマが登ってきたということです。新しいマグマが登ることによって、マグマが膨らみます。マグマが膨らんだ時に地面が持ち上げられます。で、地面が動くわけですね。 地面が動いた時に大地震が連発していたのではないかということです。そして地面が持ち上げられることによって津波がですね、ドーンと発生したのではないかということがね、これはまあ仮説ですけども検討されているということになります。ということでマグマが原因だったんじゃないかという事例でございました。そして続きまして、これで終わりではありません。年末に起きた群馬地震ですね。西の島から北に895キロほど行ったところにあります。 千葉県の房総半島です。千葉県の房総半島の沖で活発な地震が起こりました。この12月21日から23日にかけてですね、千葉の東方沖でたくさんの地震、群発地震が発生したわけであります。もともと千葉東方沖というのはですね、群発地震が多い場所でございまして、数年に1回、この千葉東方沖では群発地震発生するんですが、今回の群発地震ですね、 このいつもの群馬地震というのはですね、このオレンジ丸の辺りで発生することが多いんですが、え今回の群馬地震というのはですね、いつもと違った場所で発生していたということでえ、今回の地震はいつもの地震ではないということでね、こちらもちょっとした話題になっておりました。はいでこの千葉東方沖の群馬地震ですが、その後、 徐々に少なくなってきておりまして、どんどん落ち着いてきておりますが、現在もですね、わずかながら地震が続いているということで、今後も気をつけないといけないのではないかと思われますね。はい、ということで、これが今年の2023年の地震の活動の全容ということで、まあ、おざっくりね、ご紹介させていただきました。 続きまして、2023年史上最大の地震と前兆ということで、詳しく見ていきましょう。この2023年に発生した震度5以上の地震は、先ほどご紹介している通り、8件の大地震だったんですけども、明らかな前兆があったのは2件の地震だったんですね。 まず1つ目が5月13日に起こりましたトカラ列島のマグニチュード5.1最大震度5弱の地震です。で、この地震ですけども大地震の前に地震が増えていたということがえ分かっております。まずはこちら2月12日から3月12日にかけて発生いたしましたトカラ列島近海の地震を映しております。 地震ですね、ほとんど起こっていなかった状態だったんですが、ところが翌月になりますと、地震が増加していきました。さらにその翌月、地震がブワーッと一気に急増したわけですね。そしてこの地震が急増している中で発生したのが、5月13日の震度500の地震だったということですね。ここまで地震活動を振り返ってみますと、地震は少ない状態だったのが、地震が増えていきまして、 急増して、その後一気にドカーンと震度5弱の地震が発生したということで、明らかな前兆が見られたのがこのトカラレッドの地震だったということです。そして前兆があった地震、その2になりますが、それがこの5月5日に発生いたしました、能ト半島の地震です。マグニチュード6.5、最大震度6強の2023年史上最大の地震だったわけでございますが、この地震が起こる1ヶ月ほど前の地震がこちらです。 4月4日から5月4日の地震活動ですが、野能半島ですね、大きい地震が起こる前から、活発な地震が起こっていたということです。そして、この活発な地震が発生している中で、大地震がドカーンとね、起こってしまったというのが、この能党半島の事例であったということですね。はい。ということでね、まあ、このように、今年大きな地震が起こったということで、見ていきました。では、次は一体どこが危ないのかということで気になってまいりますけども、 ここで皆様に今日の問題でございます。今日は4年連続ご飯に合うおかずランキング1位は次のうちと一緒かということを考えください。唐揚げ焼肉生姜焼き。謎組織の長万部ご飯に合うおかず開発協会が作った伝説の一品、高階秋太子。宇宙のパワーさっと一うかということを考えください。3、2、 1>, 1、配終流です。正解はですね、なんと、栗は、一番の唐揚げということでありましてです皆さん。意外にも、この、何でしたっけ、あご飯に合うおかずですけども、1位が4年連続で唐揚げということでね、ありまして、はい、皆さん、唐揚げ好きですか僕もねあの食べ、食べたり食べなかったりいたしますけども、美味しいですよね。はい。まあ 余談はですね、これぐらいにしておきまして、今日の本題と参りましょう。えー、来年、巨大地震が危ない場所ね、個人的に危ないなと思っている場所をですね、ご紹介したいと思います。それはどこなのかというと、まずは、やはり、金沢県のね、能登半島ですよね、えー。この能登半島ですが、カッパ地震が今も続いておりますで。ただ地震がね、続いているだけではなくて、1年に1回大地震が起こるんですよね。 はい。もう例外なく1年に1回これまで起こってきました。3年連続ね、大きい地震起こっております。ということで来年もですね、この能登半島は絶対に危ないです。要警戒です。はい。もう筆頭ですね。はい。続きまして危ないなと思っているのがこの千葉県の東方沖ですね。いつもと違った地震が起こっているということで、巨大地震の前にはいつもと違ったことが起こるという場合があります。 ということで、今回いつもと違った場所で地震が起こっているということは、もしかしたらこれが大きな前兆となってしまうのかもしれないということで、こちらも私、個人的には危ないんじゃないかと思っております。また、この東京湾北部のあたりね、こちらも危ないと思っております。そして、えー、巨大地震で危ない場所、やはりこの千島海溝ですね、えー、将来マグニチュード9.3の大地震、巨大地震予想されておりますし、もう一つ危ないのが、 この南海トラフです。最大でマグニチュード8.8クラスの地震が予想されているということで、このあたりですね、気をつけてまいりましょうということですね。で、この内陸部ですね、活断層の地震ですけども、活断層の地震はもう日本全国どこで起こってもおかしくありません。に日本はですね、もう危ない場所だということでね、ございまして、これどこで起こるかわかりませんから、今後も来年も要注意ということであります。 また新しい情報が入りましたらすぐの時けいたしますので、情報を見押さえたよにも、ぜひともチャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。サブチャンネルでは、地震と噴火のライブ放送もね、行っております。こちらもどうぞよろしくお願いいたします。では、今日の問題でございます。来年はどこで大地震が起きると思いますかコメント欄に書いて挑戦してみてください。正解した方にはハートマークをつけたいと思います。では、簡単なまとめを振り返ります。2023年ですね、震度5以上の地震、8件起こりました。 例年10回前後起こりますので、例年通りの回数だと思われます。で、まあ、1000件の震度1以上もね、地震も起こってますね。やっぱり活発ですね、日本は。で、また、えー、活発化したところですけども、えー、南海トラフの西側ですね、4月頃にたくさん地震起こりましたし、9月から、えー、9月はですね、トカラレッドたくさん地震、ブワーっとね、発生しました。これもすごかったですよね。また、鳥島近海でも、 えー、地震活動を活発化いたしまして、津波もこの時起こりました。この津波はですね、マグマが膨らむことによって、えー、地面が持ち上げられて、えー、地震が起こり、えー、津波が発生したのではないかという仮説が今出ておりますね。はい。で、さらに、暴、え、走、ー、半島の沖で、えー、12月年末に、えー、活発な地震が発生いたしました。で、いつもと違うところでね、えー、群馬地震発生しているということで、 もしかしたら要注意なのかもしれません。で、今年の大きな地震、全長を明らかに伴いましたのは、このトカラ列島の地震です。地震前に地震が増えていたと。大地震前に地震が増えていたということです。地震が増えて、さらにドーンと急増して、その後最後に震度5弱の地震が起こりました。そして、能登半島ですね、史上最大の今年一番大きい地震ですけども、 え、この地震が起こる1ヶ月ほど前から活発な地震が起こっていたということでね。やはり、こういった大きな地震が起こるところというのはですね、何か特別なことが起こっているということがあるかもしれませんね。もちろんこれね、あの、も前触れもなくね、来ることもありますから、まあ、それが地震の難しいところなんですけども。で、危ない場所としてはですね、やはり能登半島だろうと。年に1回大地震起こります。来年も本当に要警戒です。ここ一番危ないです。はい。 で、えー、今年の群馬地震ですけども、この千葉東方沖もですね、やはり危ないと思います。で、えー、千島海溝と、えー、南海トラフもですね、いつ起きてもおかしくありませんから、えー、備えてまいりましょうということでお話しさせていただきました。ほい。以上が今日の放送内になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。これからも地震や火山最新情報と元気をお届けしていきたいと思いますので、ツイッターもチャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。ツイッター X もやっております。 12月30日のメンバー限定講義は誰でもわかる真言の求め方ということでこちらもどうぞよろしくお願いいたします